設計者開発者が次のハヤブサどうやろうっつってね、悩みに悩んで、出てきた回答がこれだよね。開発途中の車っていうことでね、どうかなと思ったけど、非常に乗りやすくなったよなっていうバイクに仕上がってきてんじゃないのかなと思いますね。180キロちょっと出てたね。普段使わない領域でも安定してるっていうことは、やっぱり変わってるよな、良くなったなっていうことで、もう本当にお客様満足するバイクになるんじゃないのかなというふうに思うね。本当にデザイナーを悩むんだよね。初代がヒットしただけに次どうしてったらいいかと、キープコンセプトだっていうような中でどういうふうに変化つけてったらいいかっていう、非常に悩むっていうような中で、見ててやっぱり正常進化してるなっていうようなフォルムになってんじゃないのかなと。実はこの10年間さまざまな形の新型ハヤブサの検討を行っており、試作車まで作って白紙に戻したこともありました。中にはフレームが今のものと変わっていたりとか、エンジンの排気量が変わっていたりとか、エンジンの気筒数まで変わっていた時もありました。そういった数えきれないトライアンドエラーを繰り返しながら完成度を高めていき、ついに新型ハヤブサを発表する時が来ました。この新しいハヤブサは今スズキが持てる最高の技術とファッションを盛り込んで作られたスズキのスピリットを表している最高傑作だというふうに考えてます。性能もそうですけど、品質、耐久性、そういうところも含めて本当に作り上げました。いつかは手に入れたいって思う一台です。今回このエンジンの仕様にたどり着くまでに何仕様エンジンを考えて、排気量がやつだとか、下級機がビューンって回るようなやつだとか実際作ったりもしましたし、ターボだったり、排気量アップしたモデルだったり、6気筒だったりっていうハヤブサを乗せてもらって、たくさんのモデルができては消えっていう形で、ここ10年、やっぱり味的には現行のこのエンジンのこれに勝てるのがなかった。やっぱりなんだかんだ言って元のパッケージというかですね、そこが一番バランスが取れてて良いというふうに僕らは判断をしたと。基本レイアウトというのはやっぱり変えないっていうことが一つのアイデンティティなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。その素性の良さを生かして20年後に最新の設計をする、このエンジンに勝てるエンジンをこのエンジンで作るんだ。今回それが設計の狙いというかポイントです、ね。以前の1型2型も担当してて、ハヤブサファミリーとしてこの3型が受け入れてもらえるようにと思って頑張りました。これとは全く違う構成のフレームを採用したものもありました。ハヤブサは二輪の世界ではスーパーカーだと思っておりますし、フレームに対しても四輪のスーパーカーにも使われているような転進材を今回継続して採用することができておりますので、これが一番ベストだと思うものを作ることができました。膨大な数のトライアンドエラーをデザイン的にもいろいろ繰り返してきました。今までの初代2代目っていうハヤブサがフラッグシップとしてレジェンドとして今あるものが最高だ、これが素晴らしいんだっていう、そういう風潮になりがちだったんですね。なんですけれども、殻を打ち破って全く新しい魅力を備えたものにするという、その一点に関しては気を使いましたね。デザインコンセプトはリファインドビーストなんですけれども、知性を備えた狂気っていうのをスタイリングの中で表現してます。ハヤブサのその溢れ出るパワーとか、エンジンをかけた瞬間に感じるパッション、怪物のようなパワーのタガを外さず、なおかつ全て手の内でコントロールする、そういう理性と狂気を備えたスタイリングっていうのを目指しました。ハヤブサっていうのはすごくそのパワー持ってる、それをそのサイドのメッキパーツからマフラーに流れるこのエンジンの力を見えるしたっていうところが、今回の内なる、パワーを可視化するっていう CMF が考えたデザインのコンセプトになります。
あともう一個がパワーをアシストするために空気の流れをまあ表現するデザインを施しています。新しくなるっていうことも考えるとハヤブサっていう感じで変えていこうというところで、スピード感も殺さないようにしつつ、あの強弱をつけて感じらしさをすごく出している、ロゴにしました。サイドのラインメインに入っているメッキモールですね、もちろんハヤブサとして空力にも寄与するパーツになってまして、こう例えば薄暗い中でもキラッと光る、特徴にもなってますし、アルティメットスポーツ、ここのジャンルで売っているからこそあのメッキの別体パーツにして所有感のためのデザインっていうのを施してます。このサイドに貼るメッキパーツ、これを外に飛び出させることで太ももと足に当たる風を低減させて空力を構造させております。例えばフロントフェンダーは一番前にある部分なので、その後ろの部品にも影響が主に出てきます。ブレーキだったりラジエーターに流れる風の量と等が変わってきてしまうので、その冷却性能にも大きく影響があって、空力性能と冷却性能のそのうまいバランスの取り方等を非常に苦労しました。弊社の中で開発している機種の中では最高レベルの空力性能を確保した機種の一つだと思います。デザイナーから出てくる外観っていうのはハヤブサらしいフォルムと、あとより良い外観を目指したものなので、解析チームと共同で形状を修正して、まあ、その中で、まあ、どこまでお互いが歩み寄って動けるかっていうところだと思います。空力という CDA というはっきりとした数字が出てきますんで、でもデザイナーはこうするとちょっと格好悪くなる、こう修正すると格好悪くなるっていうのをモデラーが設計の間に立って、いくらその空力が良くてもハヤブサと思われない形になってしまえばどうしようもありませんから、いいところを狙いながら造形も仕上げてあります。スポーティーなのもちろんですけど、その中に感じるゴージャスさというか優美さみたいなものをイメージしてやってはきましたね。皆さんそうされてるイメージというか、そのイメージを超えられるように設計する進化したハヤブサっていうコンセプトに合っているかなと思いますね。ゴレンのメーターというのはハヤブサというイメージがあります。その中でどのように高級感を上げていくかというところで、今回のカラー TFT であったり透過式のメモリを採用したりだったり、いろいろこだわって作ってますので、はい、ぜひ注目していただきたいです。テール周りもそうなんですけども、この真っ平面とちょっとふこやかなこのハイライトが通るこのラインはもう何回もちょっと試行錯誤して作り上げてきました。ハヤブサの特徴で空力は欠かせないと思っています。でフロントから流れる風、特にこの今修正しましたこのフィンなどもやっぱり空力の一つで、ここがあるとないとでは全然変わってきます。そういう細かいところも何度も何度も繰り返して風洞実験を行って仕上げてきました。お客様に驚いてもらう、喜んでもらうために用意したディテールっていうのは絶対に譲らないぞと。空力のためにデザインで苦労したところでいうとミラーですかね。今回のハヤブサでは見た目の速さも追求して空力との整合性をとって作っています。保安部品がついた状態での最高速を出せる、まあ、そういった空力性の強みといいますか、まあ、お客様にだいぶ強く言えるかなと思っています。全ての部品見直しました。ピストンも見直したし、コンロッドも見直しました。クランクシャフトはそのまんまなんだけど加工を変えました。何回テストをするんだっていうぐらいね、やりましたね、うん、やっぱ壊れたところそこをどんどん強い車を作っていくっていうのがやっぱり設計の仕事だと思ってる。やっぱりそれが性能の向上、また耐久性の向上につながっている。ハンドルを12ミリ手前に引いておりますが、手前に引いたことでハンドリングの自由度が増したと。フロントの分担荷重を増やすので、その辺もハンドリングの改善や、まあ、直安性の向上に貢献してるんじゃないかな。ハヤブサらしさとは何かっていうのが、まあ、常に考えながら仕事をしたんですけども、ツーリングでも楽しめる、なおかつワインディングで走り込めば非常に楽しい味付けになってます。前のモデルに対しては、まあ、勝る部分しかないというふうに自信を持ってセッティングできたと思います。もともとすごく耐久性に定評のあるエンジンなんですけれども、今回耐久性の方も
力を入れて開発しておりまして、徹底的に2代目のハヤブサのエンジンを研究しました。でもう本当にボルト1本オーリング1個まで全て見直しをして、いろいろ設計とも意見をすり合わせました。クランクジャーナルのボルトの締め方一つとってもですね変えてまして、まあ、その結果ですね、エンジンの基本的な部分、お客様の触らないところからエンジンの強度の方を上げております。いろいろ議論はね、実験の人とかテストライダーの人にしました。馬力を狙うべきなんじゃないかと。実際のですねお客様の使う実用溶液5000回転から6000回転ぐらいの出力の方を向上させております。低中速のトルクを狙ったり、スロットルをバーンと一発ひねるだけで低い回転数からわーっと伸びていく。実際流用のストレート 2.5 キロを2速で立ち上がって、まあ、全開で旧型と新型を比べた場合ほぼ変わらないんですよ。実は低速から比べた場合は新型の方が良くて、6速の低速からスロットル同時に飽きた場合は新型の方が、まあ、わずかに上回る。一方でですね、低中速出力は、まあ、誰もが感じられる常用域の改善ですので、出力が下がったことを感じることなくいいところだけを、伝えることができるかなと思っています。どのような走り方にも右手に忠実にトルクが出るように作っております。エンジン排気量とエンジンのポテンシャルからすると、まあ、300キロに到達するのは当然で、まあ、今回のハヤブサについては余力を低中速出力の改善に使ってもらいました。まあ、それによって電子制御と相まって非常に乗りやすいバイクに仕上がっています。やっぱり最新の電子制御技術をいっぱい入れてるところだと思いますね。より緻密な動きっていうのをさせるにはこの、ね、電子制御スロットでこの中にモーターが入ってて、本当もう1000分の1秒単位でバルブを開けたり閉めたりっていうのをしてます。私も乗りましたけど、まあすごい。 IMU を使った車両の姿勢を感知して最適な制御をやっております。まあ、電子制御のサポートを受けることによって幅広く乗られていったものがさらに幅広い人たちに受け入れていただけるような懐の広い車両になったのかなと。今の鈴木の2輪の電子制御の技術を全て詰め込んで作ったものなので、スキルであったり好みであったり自由に組み合わせて自分好みのセッティングを作ることもできるし、まあ、自分だけの設定を作って、まあ、それをずっと使ってってもらえるわ。物の数に関しては激論を交わした。電子デバイスに関して企画に無理言って、もう本当は3段階でいいところを5段階にしたりとか、5段階でいいところを10段階にしたりとか、もうやれる範囲の中で段数を増やしてもらって、5年10年って長いスパンでお客さんに乗ってもらって、自分がそのライディングスタイルが変わるに従ってそのエンジンの中身、その出力扱いやすさも含めてその細かく変えていけるっていう風に、やれるように、まあ、そこは絶対譲らなかったです。この電子制御の機能がついていれば OK かというとそうではなくて、人間に違和感なくどれだけ機能するかっていうところがメーカーの腕の見せ所だと思っております。人の感覚を大事にして徹底的に磨き込んでいくのはシンプルなものではないというか、物理計算であったりとか、まあ、現代制御工学に基づいた計算をして緻密に制御を加えています。まあ、バイクの前後の加速度だったりアクセルの回路だったりリーンアングル、まあ、ブレーキ圧、さまざまな車両の状態をグラフで表示したりして、自分の車両が今どのような状態なのかっていうのを分かりやすく表示するような画面も用意しております。それが一番の今回の売りとなっております。そうですね、ポジションランプとウインカーが一緒になっているのは、まあ、いろいろその光の出し方とかの設計でかなり苦労はしたところがあります。企画内容を考えるときも他社製品と比べてどうこうではなくて、ハヤブサとしてどうかを考えながら作り込んできました。だみんなが思うハヤブサのイメージっていうのを、あまり変えない中でも新しく見えるようなそういうスタイリングっていうのをすごく、まあ、いろいろ試行錯誤しながら作り上げていった。日の目を見なかったプロトタイプとか、ね、いくつもあってでようやく今この形になってはいるんですけど、なんだかんだでシリンダーもね、いろんな素材は同じだけど燃焼室変わってたりね、でミッションもね、ギアとかは同じなんだけど実は違う、すごいレベルアップしたなっていうふうに感じますね。自分たちの、まあ、現行車のフレームベースで開発したっていうのが、まあ、間違ってないというか正しかったんだっていうのを今こうやって出来上がった車を見ると確信してくれます。
はやぶさらしさっていうのは、うん、最高速だったりとか、うん、加速だったりとかにあると思うので、うん、そこは落としたくなかったですね。お客さんがね、やっぱりこれ各国全部そうなんですけど、オーナーズクラブもね、作ってくれて SNS とかにアップしてくれて、ずっと情報を発信してくれたっていう点で、まあ、3型を作るってなった時にその責任を感じつつ、まあ、やろうっていうふうに自分は思いました。本当はね、僕らがせっかくデザインしたところなんで、あんまりこう変えてほしくはないっていうのはあるんですけど、お客さんそれぞれ自分たちの好みに合わせて、使う人によっていろいろこう好き好きに乗ってもらえばいいかなと思ってるんですね。まあ、性能もそうですけど、品質、耐久性、そういうところも含めて、もう本当に作り上げましたんで、長いこと乗ってください。10万キロ、20万キロ、なんなら50万キロ、僕も買おうと思ってます。ガラス越しにこう自分が映った時、ちょっと止まって、その時にやっぱかっこいいんですよね。これ自分で自分に酔うみたいなところがすごく気に入ってます。乗りやすさ、低中速でスロットルを開けてドーンっていくところ、高速走行時の安定感、やっぱりかっこいい、いいパートナーになると思います。とにかく楽しい。初代、2代目、そしてこのモデルと3代持ちたいんじゃないかなってお客さんも出てくんじゃないのかなと、それぐらい進化させて、あるいはそれぞれのモデルでそれぞれの特徴を持ってると思います。最高のものが誕生したんじゃないかなというふうに思います。ぜひ買ってください。